はい、皆さんこんにちは、わずです。この中にはですね、ちょっと片手で撮影しておりますので、並べますので少々お待ちください。このようにですね、アンティークの着物を解いて洗濯機で洗ってアイロンをかけたものが、入っておりました。着物としてね、紹介したこともあるものなんですけれども、リメイクでお洋服とかにしていこうかなと思って選んだものです。着物に仕立て直そうと思うものは、できるだけ絹用の洗剤で洗って、あまり脱水強くかけないとか、そういった手でできる、まあ、最大限の気遣いをして洗いたいと思います。で、こちらは洋服用なんですけれども、なんとなく洋服でもいけそうかなっていう風な、あの柄合いのものが揃ってるんですが、今回使うのはこちらです。たっぷりね、あるんで、結構身丈の長さもあったのかなと思うんですけど、今回作りたいと思っているチュニックに合う生地っていうのが、ちょっとこれが一番合いそうなので、小さいね、絞りみたいなのが入ってて可愛いんですね。で、これ、地模様も入っている。そして、これの、こちらは八掛けでした。で、この辺はね、この縦線なので、あんまり、こう、可愛らしめというよりは、ちょっとこう、ジレ風なものとか、割とこう、ストンとした、こういった縦線を生かしたものを、作ろうかなと思ってます。こちらとかこちらはね、まだ何も考えてないですね。これ何になるんだろう。着物としてもすごかったけど、洋服にしてもなんかすごそうな感じになりそうですけどね。はい、それではこちらで、ロングチュニックなような、短いワンピのような、そんなものを作っていきたいと思います。はい、まず襟肩開きから折って、そして中表にして、この脇の方をずっとですね、縫っていきたいと思います。そして襟肩開きの部分を切って、ダブルの幅の布地にしたいと思います。そして広げてみるとですね、こういったダブルの幅の布地になっております。はい、そしてもう一枚の身頃の方は同じように縫い合わせるんですが、このように端の方を27センチぐらい開けておきます。というのもですね、前の方の襟はこのような風な襟の形にするつもりなんですね。できるかどうかわからないけど、そのために27センチ開けております。私は太っているので、結構長めに開けておりますので、この辺の長さはですね、ご自分に合った長さで決めてください。そして私は襟から6センチぐらい下がったところを切り替え線にしております。そして脇に行くにつれて2センチぐらい下がったような形にしております。私は鏡で合わせながら長さを決めているので、皆さんももし同じように作ろうとするなら、ご自分で鏡で合わせてですね、それでサイズを決めていってもらいたいです。はい、袖口は25センチ取っております。はい、カットしてこういう風な感じになりました。
こちらは前ですね。そしてまあここが切り替え線ですね。そして袖口から脇を縫って肩も縫ってって感じの作業になります。襟ぐりは何か参考になる洋服でもあればそれに合わせて開けてください。まあこういう感じかな。あまりそんなに襟ぐり深く取らない感じでもいいかなと思います。ここ線ありますけど、ここが切り替え線で、ここは縫い代になってますね。2センチぐらい。私全部ね、とりあえずは2センチにしてます。まあカーブのところなんかは1センチ以内ぐらいにしますけれども、まあそういう感じで進めていこうと思います。これはですね、私の襟の空きの型紙なんですけれども、これが後ろ、これが前って感じで、前回の登場譜でセットアップを作った時の型紙なんですね。でこれを今回使いたいと思います。2センチ縫い代になるんですね、型を剥ぐ時の。なのでそこから下ですね、ちょっとね形がいびつなんで、あんまりどうなるって感じ。ここが後ろのまあ襟ぐりになります。結構開いてる感じするな。ここまで開かなくてもいいんだけど、やり直しますね。1センチぐらい上に持ってこうかな。これぐらいですかね。はい。結構な入り方が気になりますね。でもここ2センチ縫い代なので、そんなに空いてるわけじゃないのか。はい。そうしましたらこれと表地を中表に合わせます。このように後ろの襟ぐりができました。でここを私は身幅がもうしっかりもういっぱいいっぱいなので、ここを縫うんですけれども、少し肩を落としたいんですね。でこの肩を落とすのを何センチにするかっていうのは自分で合わせてみて、とりあえず仮縫いをしてみてですね、それから決めたいと思います。ここがおよそ2センチのところですね。こっからセンチぐらいにしてみましょうか。なので、縫い代2センチ取って、そこから2センチ下がったところですね。これぐらいのカーブをつけて仮縫いをしていきます。できればこの線のね、ちょっと外れたとこ縫うべきですけどね。で袖は25センチ開けるようにします。2センチの縫い代、ここまでで25センチですね。だからこっから下縫って感じになりますね。ちょっと上をね、
ただですね、肩は縫うとして、肩の部分はこれが終わったら縫うとして、脇は一旦外して袖をつけて袖からぐるっと縫うようにするので、脇だけ先に縫ったりはしません。サイズを見るためにちょっと仮縫いして着てみたいと思います。でもう一方も縫って着てみます。はい、着てみた感じ合っていたので袖をつけていきたいと思います。その前に片山の縫い代にロックミシンをかけます。はい、袖がこのようにつきました。そしてね、この広げた状態の時に見返しをつけてしまえばよかったんですけど、ちょっと後でつけたのでね、すごくやりにくかったです。この広がってる状態でつけるのがつけやすいかなと思います。はい、脇から袖はこのように適当なんですけれども仮縫いをして着てみたいと思います。はい、袖がちょっと長すぎたので切りました。脇のカーブはね、これで良かったかなと思います。これはね、私が適当に作った見返しです。仮縫いをして見返しをつけてみたら大体こんな感じになりました。まあ、自分で勝手に作った見返しだったんですけれども、まああれでよく合ったなっていうぐらい一応きちんと合いました。まあ、こんな感じでね、襟が出来上がっております。見返しをつけると一挙にね、なんか洋服感が出てくるというか、なんかきちんと感が出てきますね。この見返しの端の方はロックミシンをかけたいと思います。そしてまあ要所要所止められるところは止めときたいと思います。はい、袖はちょっとつまんで膨らんだ感じにするんですけど、この時点では仮縫いで止めているんですね。なので袖の倒し方は、ひだの倒し方はちょっと違っております。はい、ロックミシンの糸がね、黒でなかなか目立つんですけれども、変えないでそのまま使っちゃってます。はい、このように身ごろの残りと、あと奥身の部分ですね、これを奥身を両脇にくっつけてちょっと広くして使いたいと思います。それと上の方をね、着てみた時に少し下の方にはアレンジがあった方がいいんじゃないかなと思って、こういうふうに2枚仕立てで上の方にひらひらっと二重に布がくっつくようにしたいと思います。はい、そしてこのひらひらの部分は先に作っておきます。でアイロンで少し伸ばしてよりひらひら感が出るように作ってます。でここ三つ折りにするとね、ちょっと厚くなるので、まあロックミシンをかけて折っただけっていう風にしてます。ここで痛恨のミスをしてしまいました。長さが違います。結局長さはついでですね、そしてウエストのギャザーを寄せて
くっつける段階に入っております。で、まあこういう風に出来上がってますね。で、まだ裾は縫っていないんですけれども、着てみた感じですね、この裾がまっすぐだとちょっとダサいんですよね。なので、あの裾の方にもちょっとこうカーブを入れて、なんか少しまた上の方と同じようにアイロンをかけてヒラッと感を出そうかなと思っております。はい、ということで、このようにカットしてみました。最初は簡単なチュニックを作る予定だったんですけど、だんだん手の込んだものになっていってしまった感じです。はい、着てみるとこんな感じになります。これがまっすぐですと、これここの部分がね、なんかエプロンみたいに見えちゃってなんか変なんですよ。なのでちょっとこう斜めにアシンメトリーというかカットしてみました。もうだいぶ涼しくなってきたので、カーディガンとかね羽織ってもうしばらく着れるかなと思います。ちょっと着てみると、こうかなり空いてるので、下に何か着るか、ここをちょっとこう止めるかしようかなと思ってます。ちょっと行き当たりばったりで作っちゃって随分空いちゃったんですね。私は襟が可愛い洋服がすごく好きで、よくセーラーとか年がいもなく着てるんですけれども、これもちょっとね襟だけは凝ってみました。はい、今日はですね、行き当たりばったりで作ったチュニックをご紹介しました。あまりまあ、何分素人なので作り方もうまく説明できないんですね。力技でやっちゃったりとか、偶然うまくいったりとか、そういうこと多いので、その辺はうまく説明できないんですけれども、まあできる限り説明は入れていこうかなと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。